半間岩先生です。日曜日4日ですね。11月4日、そろそろ大変ですね。風がないと、11月4日になりました。次の年は僕61歳になっちゃいますね。61歳になっちゃうんですね。で、バイナリーオプションで自動売買でですね、デモテストしますけれども、ライブでは禁止になってますので注意ください。で、デモで、ライブ投資する設定ですね、明日からの。先週は勝ち越しました。デモでの試験投資でね、ただね、1000円だけでしたね。100回ぐらいだったと思うんですけどね。で、もうちょっとね、視野を 0.01 を 0.02 にしました。それで6個以上にしたんだけど10個以上にしました。で、現在表示されてるのは1個だけになっちゃってますね。それで、それがね、今私のところにいる野良猫ね、野良猫がいるんで餌をあげてて、家の方に猫用のベッド用意したんだけども、生意気でね、私のあの寝床に入り込んできたんですよ、別部屋で。飲みだらけでね、えらいことしたんで、あの折檻っていうわけじゃないけども、追い出しました。一旦ね、家から追い出しました。猫用のね、家に入るドア つけてあげたんだけどね。それとか布団を用意したり、食事をね、ペットのあの一番美味しいやつを、私も食べられる猫のね、キャットフードを買ってきたんですよ。3000円ぐらい買って、2、3000円買ってきてね。そんなことしてちゃんと、いや、面倒、あの大変だからね、野良猫大変なんで、まあ、ちっちゃかったからね、いいけど、勝手に僕の寝床に入って言ったらね、汚い、なんかね、飲みとね、なんだっけ、ハエがコンセントのところに飛んでたんだね。これ猫の汚さだなということで、私の寝るところに入り込んできやがってね、猫用に用意して、別部屋に用意してたんだけども、そんなことで一時追い出しました。で、猫用に入る扉もシャットアウトしまして、猫を一時的に追い出しました。餌は十分やっといたんで、1日は大丈夫ですけど、ほったらかしてもね。1日経ってからドアを開けて、猫用のドアを開けて餌をあげましょう。明日はなしですね。明後日ですね、火曜日からです、食事はね。ということでね、付けをしてました。汚いんで、で、非常に怒ってます、私は今日はね。そんな理由です。それと、あの人間たちがひどいんでね、それもありますけども、ね、非常に知能が低いんで、もう泥棒しかしないから、人間は、泥棒殺し、ということで、警察も共犯だから全然捕まえられないっていう。で、人間話してもね、聞いたりすることできないんですよ。なんか、話しても、複雑な話をしてても、結局通訳すると、泥棒ですね。泥棒、脅しだけですね。の意味しか言ってない。金を起こせとかね。俺たちに金を起こすとか、そういうのだけですね。何話してるかって、結局通訳するとそれだけですよ。で、いろいろね、脅迫とか、最大限のことをね、考えて、脅してくるんですけどね、人間はね。で、
話聞けないからダメだよ。脅しだけですから、人間たち。人間の操作する、のがいますから、人間の上の知能の生物が、ほとんど人間操作してますから、そこに話すわけですね。悪いのが、人間より頭のいい悪いのがいるんで、私の敵もね。それが徹底するするんですね。人間を動かしますから。人間は私に対して上の生物なんで、敵として考えてますからね。私は人間というのは、すごく強肉食生物で危険生物だという関係ですね。で、人間をどうする、なんとかしないとこっちは危ないだろうと宇宙生物に言って相談してるんですよ、人間の上の知能をね、全部処分しろと言うんだけどね、私の生活も妨害してくるんだよ、宇宙生物がね。そうやると、そう動くと、ね、あれの敵の宇宙生物が、使用してきましてね、ダメだって言ってくるんですよ。人間全部悪いから処分したら、人間全部処分したら、ね、お前苦しくするぞって、ね、生活退院させるぞって言ってきたんです。人間のね、生物の悪い、私の敵生物がね。で、私の場合人間全員下の低いのがかかってくるだけじゃないんで、宇宙生物が来るんですよ。ただ人間に対しては、人間はって言ったら死んでも特攻隊で生きろということで動くからいいんだけども、あの生物は強いんですよ。人間より頭のいい上の生物はね、もっと人間より強いから、そういうことまでしなくていい。なかなか手に負えないんですが、新潟は特攻隊だけど、利益なしでも特攻隊で動くなってますから、上の生物に対してね、人間は。人間っていう、ただ人間っていう名前は私が作った理想形で、ね、作った名前で外れてますから、もう一つ私がね、作った名前なんですよ、人間っていうのは。で、まだ人間全然なってなくて、もう逆ですね。ということでね。まあ、これに対してはね、一応記録取ってますけど、パテントみたいなことですね。人間たち聞かないと思うんだね。で、こういうものをやってるというですね。で、大勢で1億人、2億円分のね、収益が私の方が入るぐらいアクセスになったら難しいんで、たくさん講義してますけども、学べない、ね。で、私の FX は、ちょっと不具合で試験だ、やってるからね。で、これから FX の仕込みもしますけど、ね、こちらはちょっと作戦で、ね、やってますけど、75% 以上、勝率、そういう、で、ピップス、平均ピップスは 0.02 以上。で、月曜日からやってみます。もう一度。またデモですね。で、少しでも稼げればライブ投資していくという感じですね。で、今はもうチャナーだから、すごいもんですよ。億万長者ですよ。実質はね。バイナリーオプションの人工知能で分析させて、今んとこ、チャラですから、先週もチャラでしょ。チャラ、まあ、1000円プラスだったけどね。何回も投資してやってね、チャラでしたからね。儲けが1000円、電気代かかってるからね。儲けは1000円ぐらいですね。もっと1万ぐらいかかってるかな。通信代も入れて。で、まあ、そんなことでマイナスはマイナスだけどね。
あと人間妨害しかしとこないから、聞く真似して全部盗みとか妨害だけですよ、話が。質問を教えて、どうも教えてくださいっていう。あんま先生教えてくださいって。何を通訳して実際の話聞くと、金くれ、金くれなかったら殺してやるとかね。そういう脅迫だけです。通訳すると。ごちゃごちゃごちゃ話すんだけどね。脅迫だね。いろいろ。それしか話さないですよね。人間はそれしか話せないですね。言葉はどっかから教わってくるんでしょ。単語は。悪い宇宙生物が。人間が頭のいい宇宙生物がね。ということなんですね。うん、まあ、人間全員、人間から私に対して、上の生物に対して、私に対しては人間は、すべての人間敵として生きてますから、私が強制して動かさない限り何も動きません。非常の敵も、全部そうですね。強制的に人間を動かしてるだけですね。何にもやりません。妨害しかしません。盗みばっかり来るだけです。ということですね。で、頭で聞いてたけど、単語は並べて話してるけど、誰も話ができてないですよ、地球上の。一日24時間。人間全然話す知能ないんですよ。団体から情報をもらってね、脳波で聞いて話す。虫みたい、虫と同じなんですね。だから口とか、目とか耳は全然植物人間ですね。ほとんど使わないですね。ほとんど、脳波だけ。おっくうということでね。口とか鼻とか目とかね。本読んだり学習とかね。全部面倒だと、ね、いうことですよ。で、全部テレパシーだけで聞くと。人間ね。で、YouTuber の他のテレビはアクセス見てたって、お金を渡すためだけでね、何も見てない。うん、意味ないからね、何も。だそれだけ、汚職だけですね、YouTuber のは。で、宇宙に正しく仕事してるように見せて、ために作って、ね。それだけですね。人間たちはもう全然関係ない。宇宙生物にバレますから、ね、何かと仕事をしているように見せるために、ね、話すということですね、人間たちは。YouTube でもテレビでもね、文章書きでもね、どこから情報を教わってきて。人間の存在は、いるとどん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 損するという生物ですからね。それで、まあ、宇宙生物に話しますね。人間と話すんじゃなくて、話が聞けないからね、全然何も。知能が低くて。団体で聞いても全然わかんない、ね。人間全員で聞いてもわかんないんだろ。だから人間たちそれがわかったと思ってるんですよ。すごく怒りますよ。それで分かったと思うわけですよ。700年後分かるわかるなということで、これも 100% 分かったっていう感じでいるんだね、人間って。誰もがね、人間で分かったっていうことは、ね、もう大体700年後、後に、わかるかなというようなことですよ。勉強してこれから。それで、今は現在それでね、分かったことにして生きてる。何でもそうです、動くこと。人間たちは分かんない。バカすぎ、頭悪いんで。それが最大限。知能の。だ飛びすぎてることは飛びすぎてるけど、宇宙全体がそれで生きてますからね。
それで動かなきゃしょうがない。分かるようなことで分かんなくて、しか動く、人間に話しても通じないから、人間の耳の話、人に、生物に話してるんですよ。という、全然関係ないね。あの宇宙生物ともですね、人間話聞けないのばっかしなんですよ。宇宙生物も、これ人間と同じなの、同じなのがいるんですよ、また。話聞けないの、全然700年後に分かるだけで、じゃあ話にならないんですよ。あの上の生物にとっては。速攻でね、全部 100%、しかも 99% ぐらい分かると。いう生物と話してるのね。まあ 50% ぐらい、まあ10年後だったら分かるとかいうぐらいはまだいいかもしれないけどね。ということで、まあ仕込みですね。通過国は17通過国ですね。で、こういう設定しましたけど、現在走ってませんからまだ MT4 はね。人間に話してるというよりか、人間の上の、ね、あの悪い、人間よりか頭のいい悪い生物も通じるんですから、ね、通じる生物と話すわけですね。下の方はまだ、人間よりかちょっとぐらい上の知能の宇宙生物はまだ話がまだ通じないですね。悪い敵でも、ね、頭が良ければ話できますから、私の敵となるとね、話が通じる700年後とか100年、ね、1000年後通じる、やっと分かるなっていうのが敵にならないんですね、私にとってはね。そいつらは私に対して上の生物が敵だとは考えるんだろうけども、私に対しては敵というんじゃなくて、野蛮で危険生物というだけですね。それをどうするかということなんだけど、それ人間全員だから、全然殺人しても法律全然守んないからね、全然人間たち、うん、全部契約守んないですからね、全部人間は誰一人ですよ。みんな団体で殺人して、それで死刑になってギリギリね、一生を終えるというね。だんだんもう悪化してて、年老いになるほど犯罪多くやってね、でこれ以上もう やってられないなということでみんな亡くなるんですね、あの世に行くと。医療も今もう本当悪いのばっかりしてるんで、全然面倒見ないでしょ。だ病院入ったらもうおしまいですよね。もう悪いのしかいないから、病院ってもう全然適当、医者が。もう死刑ばっかりの年寄りだから、病院でね、治療なんて全然してくんないの、ね、今。ちょっと化粧水ね。これ結構いいですよ。一番安いの、子供が使う化粧水、これ今度はヘチマね、アマゾンで買ったんだけど、これね、手汚れた時に拭くのいいでしょ。これね、布巾は必ず30枚以上ね買っておいてるんで、これ拭くわけですね。でこの仕込みなんだけど、全然今ね、医療ね、今ね、医療制度は素晴らしいですね。保険料が高いだけあって、国のね、7割負担でしょ。で、3割負担どうするかというと、保険料をね、5000円ぐらい毎月払ってれば免除なんだから、結局、
病院制度はただですね、今ね、保険払ってると。だから全面的に全部、収支で、ただですよ、ね。外国でもそういうとこあるけど、日本もそういう制度になっちゃったね。贅沢しなければね、贅沢しなければ、どんな癌だろうと病気かかっても、病院の面倒はもう全部、ただ、0円ですよ、0円。保険料月5000円払ってれば、毎月ね。どんな病気かかっても、病気しても、ね、国保と国保の保険料と、いろんな保険会社ありますから、そこに入っておくと、ね、贅沢はできないんだよね。5000円の部屋だろうと、1万円の部屋だろうと、2万円の部屋の料金だろうと、面倒見るのは最低料金と同じですよ。5000円の料金の費用と同じですよ。ベッドが2万円になって個室になったりするだけです。看護の仕方とか治療とか薬とかいうのは、ね、変わんないです。注意してくださいね。それ以上、ベッドだけです。ベッド代だけ高いだけだから。で、オプションで何かつけるとはあるようだよね。保険料免除に3台は免除とかになりますけどね。そういうのも全部省いて2万円でね、同じに設定してたらね。治療は変わんないですよ。で、あと今はもう、全然、見ないから、もう、全然。で、そういうことで、日本も、医療制度がしっかりしちゃったね。全然困らなくなっちゃったね、医療。最低だったらね、がんなんかあったらもう治せないけども。ね。一般的な病気、最低の治療だったら、もう、ダブル保険入れておけばもう、一銭もお金払わなくて、一生。それもたった5000円ですね。5000円だけで毎月払っていけばもう、あと国民健康保険とね、それだけでね、国民健康保険高いけどね、大きい時に6万ぐらい、6万とか8万とか取られちゃうでしょ、月、ね、私も一昨年6万払ってたんですね、5万か、4万5000円ぐらいか、5万ぐらいですね、5万ぐらい月払って、高いですね。けどもそれだけの制度の方はしっかりしてるね。カナダなんかもそうだ、医療制度あるけど、あれ税金が高いもん。消費税が、消費税で取りすぎてね、あれね、消費税 25% とかね、これはきついね。日本はたった5000だけですよ、負担。ここは高いけど、あれはただだけどもきついね。日本の制度はしっかりしてるよ。ということでね、ただ贅沢できないですね。贅沢しようとすることはできないです、病院は。忙しくてね。そんなのは別個で保険も関係なく自分でお金払わないとダメです。ちょっとしたらもう何億円もかかっちゃうんですからね。それは、で、私は医者では一番の名医ですから、人間の免許持ってないけどね、医者の中では人間の医者名医いるでしょ。ダントツ私上ですよ、医者の中でもね。ただ人間から見たら私は上の生物は敵として見てるからね、免許は与えない、ね、
全部阻止してくるから。で、この設定ね、で、人間の上の生物も、設定効かないから、死刑ばっかりだからね。人間の上の生物の、妨害者って徹底してますから。それも話してないからね、これ、ごたついてるんでね、人間の頭は動いてるんじゃないんですよね。人間の頭は合わせてはきますけどね。元は宇宙生物ですね。宇宙生物がね、私の敵の宇宙生物が多いんですよ。人間の100億人いるでしょ。それかける100億倍ぐらいいるんです。宇宙に私の敵の生物は。ただここら辺でですね。だから、それがいなければ人間だけだったら大したことないんですね。人間と一緒、人間もくっついてくんですね。ただ上の生物だから人間が食われてけども構わずや、だから特攻隊でね、全然無益症というのは得にならないけどもね。で、これが33個出てるんですね。78.8% がね。ユーロ JPY ですね。よく活躍したんですね。先週。よく動いてたような気がしました。こういった音速だと思ったんですね。ということでね。途中で一時また、今度、FX の方はね、大事なんで。